マーク・オメイラはアメリカのオスカローライナ州出身のプロゴルファーである。1998年にマスターズと全英オープンで優勝し、メジャー大会年間2冠を獲得した。世界ランキング自己最高位は2位。アメリカ PGA ツアーで通算16勝、国際試合で8勝を挙げる。日本ゴルフツアーでも1985年の 富士災系クラシックと1992年の東海クラシックで優勝がある。2015年に世界ゴルフ殿堂入りした。13歳からゴルフを始め、1980年にプロ入り。1981年にルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞。1984年にクレーター・ミルウォーキー・オープンで PGA ツアー初優勝。1985年に 日本の富士山系クラシックで優勝し、7年後の1992年に東海クラシックで日本ゴルフツアー2勝目を挙げた。1998年のマスターズで最終日に67のコースコアを出し、フレッド・カプルス、デビット・デュバル、ジム・フューリクラの追撃を振り切って初優勝を飾る。伝統のグリーンジャケット授与式でおめえらを待っていた。 大会前年優勝者は、忘れがたい、最年少優勝記録を受立したタイガーウッズだった。おめーらは、全米オープンでは32位にとどまったが、全英オープンで最終日に、ブライアン・ワッツとイーブンパーで並び、ワッツとのプレーオフを制して、メジャー大会年間2巻を獲得した。全米プロゴルフ選手権でも4位に入り、 10月中旬のシスコ世界マッチプレイ選手権で優勝した時は36ホールの決勝でウッズにドタンバから逆転勝ちしている。この年は PGA ツアーの年間最優秀選手の選考でメジャー大会年間2冠獲得のオメーラか年間賞金ランキング1位のデビッド・ディバルのどちらを選出するかで難航したがオメーラが初の年間最優秀選手に輝いた。 アメリカツアーでは1998年の全英オープンを最後に優勝から遠ざかっているが2004年3月にアラブ首長国連邦のドバイで開かれたドバイデザートクラシックで6年ぶりの優勝を挙げた2007年からオメーラは50歳以上の選手を対象とするチャンピオンズツアーに転戦を開始したオメーラの自宅はフロリダ州オーランドにあり タイガーウッズの家とは100メートルほどしか離れていない。そのため、おめえらはウッズにとって最大の親友である。ツアーでもおめえらとウッズは行動を共にすることが多い。現在ではおめえらの名前はウッズの親友として最もよく知られるようになった。ありがとうございます。